その鳥居で今回ご紹介するのは氷川女体神社。一直線に並ぶ3つの氷川神社、こちらどれも2000年以上前に創建されたというから驚きです。武蔵一宮氷川神社が男体社、それに対して女体神社と言われたと言われております。では中山神社は、こちらは氷王寺社、つまり子ということです。しかしこちらの神社の真珠の森、なんかホッとするんですよね。あ、こちらの祀られてる神様なんですけども、どれがどの祠なのかは詳細は分かりませんでした。氷川三社を地図上で一度確認しようと思って見た時なんですけれども、こう三社が直線上に並ぶのは分かるんですけれども、その氷川女体神社の裏手に鳥居があるんですよ。神社の裏手の鳥居、美濃間の神様の鳥居かと思いましたが、参拝する人たちのために新たに作った鳥居だと書かれてありました。鳥居の向き、神社の向きはその土地に根付いた考えでできたものだと考えられます。こちらの巫女人形、願いが叶えば衣を着せて奉納するそうです。見えてきました、御神木のコブ、これ見えませんか、熊に、この角度はまさしく熊。本殿右手にございます龍神社、こちらの写真は2002年に50メートルの巨大な龍を作って行われた龍神祭りの様子です。古の時代、神社の前は広大な見沼の沼地でした。そしてここから船を出して行われた神事が御船祭り。広大な沼地は今はなくなりましたが、龍神伝説は今なお生き続けています。神社、同じ氷川神社とつきますが、少々違った印象を受けました。それにこの見沼という地の龍神伝説、結構いろいろありましたね。そこも大変今後調べていきたいなとも思います。それではまたどこかで。